の海の幸に会うためにやってきたのは札幌市の中心街にある二条市場。北海道の新鮮な魚介類がたくさん揃っているんだよ。ザー北海道って感じでしょ。いやーいいね。北海道ですよ、チームメイトで。カニカニカニガニガニ、あ、毛ガニ。思ってよ、うん、すごい。沖縄お疲れ様です。ありがとうございます。沖縄お疲れ様です。お疲れ様です。なぎちゃんのファンです。あ、なぎちゃんのファン、ありがとうございます。ありがとうございます。先ほど通ったらメデル兄弟の兄さんですかって言われました。なかなかコアな人です。すごい。マジか。さらに奥へ進んでいくと、そして着きました、こちら。何、はい、どんぶり茶屋さんでございます。こちらでちょっと海の幸いただきたいと思います。よし、はい、入りましょう。お邪魔いたします。こちらがどんぶり茶屋さん。おすすめはもちろん北海道の海の幸で作った海鮮丼だよ。さて、どんぶり茶屋さんにやってまいりました。こちらおかみさんの木村ひろみさんでございます。よろしくお願いいたします。お願いいたします。ひろみさんにちょっと気になることがあったら質問ありそう。はい、はい、水回りありがとう。あのお肌がとっても綺麗なんですけど、その秘訣は何ですか？ いいですね。いつも新鮮な生もの食べてるからです。いやありがとうございます。綺麗になりましょう。何が美味しいですか？この店何が美味しいですか？ね、今ですとあの春あの今取れている桜マスだとか、うん、あとニシンですね。春ニシンが、とっても美味しいですね。美味しいですか、はい、さっき私何喋っていいか分かんないって言ってましたけど、すごい喋ってる。さすがだものひろみさん、ありがとうございます。嬉しさ。それでは勝ったチームに海鮮丼いただいてもらいたいと思います。いやありがとうございます。海鮮丼でいいですね。はい、じゃあちょっとひろみスペシャルを持ってきていただきたいと思います。ひろみスペシャル、よろしくお願いいたします。今回アンロケのためにお店のメニューにはないひろみさん特製のスペシャル丼を作ってもらったよ。出ました、ひろみさん。お待たせしました。うわー、すごいすごい。こちらが、ひろみスペシャル丼です。ありがとう、ひろみちゃん。旬のお魚が12種類も乗った超豪華な特製丼。この海の幸の宝石箱を思う存分召し上がれ。いやーちょっとたまんねえな。どうですか、つむつむ目の前にして。いやもう幸せです、本当に。よかった、来てよかった。先ほどは涙を流しておりましたが結局食べれてしまうという。よかった。すごい、もう好きなものいっぱい入ってて嬉しいです。そうだね、決勝で勝ってたら食べれたって考えると、ね、悔しいです。頑張ったけどな、なぎいちな。なんかごめんなさい。さあ負けたチームはね、あのただ見てるだけじゃちょっと暇でございますので、ああ、あのこのカメラ、を持ってですね、あの市場のインサートカラエですよね。それを我々がちょっとインサート撮影してまいりますので。食べるとこも見れない？見れません。それも見れない？もちろんね。じゃあ早速行きましょうか我々。じゃあカメラもあついていかない、誰もついていかない。あ、あ私はマスカだし。じゃあ私は映らないってことですね。バイバイ。いらっしゃい。じゃあね。バイバイ。いらっしゃい。はい。もう行きましたんで、邪魔者もいる。思う存分いただきましょう。はい、でもね、こうただ食べても面白くないんで、お二人で食レポ対決をやだ、本当にしていただきたいと思います。もう負けでいいから。で、食レポがうまかった方にひろみさんおすすめのスペシャル具材をプラスして差し上げます。待って、ひろみさん、そのスペシャル具材何ですか？毛ガニです。毛ガニ。ということで、毛ガニをかけて食レポ対決。
ひろみさん特製海鮮丼の美味しさを上手に食レポできた方がスペシャル具材毛ガニを食べることができるよ。じゃあどっちからいきますか。ええそえそうでしょ、アリさん。ないないない、ほんとに言葉が出てこないの。違うの、ほんとに。だって、違うって聞いてよ。違う、それほんとに。誰が言ったそんなこと。誰だ、誰が言ったの。まずは、早坂つむぎちゃんから食レポ、お願いします。はい、いただきます。じゃあ、私の一番好きなウニから食べます。うわ、好きなもんからいきたいとね。おお。いただきます。すごいです、濃厚です、すごい濃厚で、ウニ大好きなんですけど、もう全面ウニでいいくらい本当に幸せ、本当に美味しいです。以上です、終わり。オッケー。本当に喋れない。続いて、下尾美宇ちゃんの食レポ、食レポお願いします。じゃあ、いただきます。ニシン食べてなかった。そう、ニシンすごい気になる。いただきます。初めて食べたんですけど、刺身のニシンもすごくコリコリしてる、意外とコリコリしててすごい美味しいです。で、北海道で食べるってすごい幸せです。美味しいから、美味しいから、ね、はい、終了です。オッケー。待って、もうね。果たして高級毛ガニはどちらの手に。判定お願いします。ウニのこう表現が、うん、全部ウニでもよかったっていうぐらい美味しいって言ってたの。うん、まさかのペイントボールで2回も勝ったのに。負けた。なんで。じゃあ食べれず。それでは、ご褒美の高級毛ガニを召し上がれ。はい、じゃあいただきます。うん、すごい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 、足がパタついてる。本当にすごい。本当にもう食べた瞬間、鼻にすごい甘みと香りがバッて、味もすごい美味しいです。甘くて本当に美味しい。食べさせてあげたい。食べたい。今の食レポの方が良かったです。今の手紙の食レポだね。一方、その頃、新妻チームはちょっとおねだりしよう。おねだり、おねだり、うん、本当にアポを取ってないかな。こんにちは。こんにちは。こんにちは。チームエトっていうアイドルなんですけども、なんか一つお試食させていただくのなんかいいですよ。あ、ほら、ほら、食べたい。うわ、ありがとうございます。こういう風に食べる方が美味しいよ。すごい。いただきます。なんでそんな取れんの。どう、なんかみずみずしい。みずみずしい。美味しい。あら、いいですな。毛ガニがみずみずしいっていう表現、なかなかいい表現しますね。美味しいです。出るか。おいしみず出た。おいしみず。おいしい。出ました。おいしい。本当だ、みずみずしい。みずみずしい。新鮮ですね。甘い。おいしい。あ、うまいな。負けたはずなのに高級毛ガニを食べれました。二人ともよかったね。その頃、我がチームはそれぞれの地元の給食メニューで大盛り上がり。山形ある。ダダチャ豆。ダダチャ豆給食で出んの。フグは、フグ給食で出ない。あ、フグは出ます。えぇ、何それ。嘘。嘘。マジで。
え、普通に竜田揚げで出たり、ふぐ汁この前出ました。こっちでは結構普通。普通？普通ありえない。シシャモぐらいの感覚なの。いいな、ほんとに山口おいで。その頃、新妻チームはさっきのさ、はい、ナギちゃん、あ、そうだよ、ナギちゃん、もらえるかな、食べたいんですけど、つって3人が向かったのは、ナギサちゃん推しの阿部さんがいる北海屋さん。ここで阿部さんにおねだりしちゃおう。こんにちは。こんにちは。ナギちゃん、海鮮丼食べられ、はい、食べられたんだっけ。食べれなかったんです。食べられなかったんですって。おごる。二人が燃えゼリフ言うんで、もし燃えゼリフが OK だったらこの炒めしいただけませんか。わかりました。あ、ありがとうございます。人気商品函館産のイカ飯をかけて可愛くおねだりしてね。ゆきひろさん、このイカ飯あーんしてくれたら大好きになっちゃうかな。グーでました。百戦錬磨の女。行きます。ゆきひろさん、はい、北海道は広くて迷っちゃうからなぎと一緒に手つないで案内して。さあどうですか。わかりました。ありがとうございます。はい、2人ゲットでございます。嬉しい。じゃあ2人で。すごい。うわー、すごい。パンパンでございます。いただきます。いただきます。あ、すごい。パンにもち米が詰まって、うん、おいしい。おいしい。しょうさん、うん、おいしい水出ました。おいしい水。すごい、初めて食べました。おいしいでしょ。おいしい。ゆきひろさん、ありがとうございます。ありがとうございます。これからも乗っていてよろしくお願いいたします。よかったね、いろいろ食べられたね。はい、食べられました。なんかね、ね、すごいね。なんか一番巡り楽しかったよね。めっちゃ楽しかったです。すごい。多分そうだと思う。でも未だに未だ腐ったのが悪いんだと思う。え、おかえり。おいしい。おいしい。うまいよ。すっごい美味しかったね。美味しかった。すごい食べたもんね。すごい食べた。もうどんどん出てくる、うん、ね、いっぱいもらった、ね、一番美味しかったのは何。ウニ、イクラ。あー、ウニ、イクラね。美味しかったよね。どっちも食べたし。どっちも食べたし、うん、カニ。カニも食べた。カニ、カニこう開いた瞬間食べた。あ、ごめん、食べた。何をしてきたの。 CM を撮ってきました。 CM 撮ってきました、うん、何の。あの、二条市場の CM を我々撮ってきましたね。どこで長好きなの。なんと新妻チームの3人はインサート撮りのついでに二条市場の CM まで撮っちゃったんだって。ご覧ください。どうぞ。会いたかったら二条市場。会いたかったら二条市場。振り向けばカニ。見落とすな。ウニ。まるまる太ったイカ飯。私も二条市場がないとダメ。私も二条市場最高。二条市場。いい CM でしたね。